日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃんこの番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントゆるとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております。今回のトピックは2月のおすすめ曲、オールナイトフィート、サワーティー。ちょっと読み方が合ってるのかわかんないんですけど、えイ、ー、ブの コラボレーション曲、サワティのオールナイトをご紹介してい,いと思います、えー。こちらの曲を知ったきっかけはですね、まあ、多分初めに見たのは TikTok なんじゃないかなと思うんですが、まあ今までと違うテイス側が来たぞと、えー、ちょうどね、ワールドツアー中だったライブだったので、えー、欧米向けの受けを狙った曲なんじゃないかっていうね、えー、考察を見ながら、あの、始めて、 うん、ギーッなんじゃないかなと思います。そういう工作ツと一緒に見聞きしたんじゃないかなと思います。そしてね、えー、急遽アイブのコンサートに行くことになりまして、まあ行ってきたっていうので、えっ、ー、と、アイブの YouTube の方も、えー、予習しまして、えー、その時に、えー、一番最新で上がってきたのがこの曲のミュージックビデオだったっていう感じですね。えー、確かね、うん、展開、展開転換するところのタイミングで、えー、なんか、 パソコンがなんか爆発するみたいな感じのシーンがあるんですけど、ミュージックビデオで。えー、そこの、えー、多分手前にいたのガウルだと思うんだけど、の表情がめちゃくちゃ良かったっていうのがね、えー、ポイントでございまして、えー。あとは個人的に好きなテイストの曲なんですね。えーまあ、歌田ヒカルでいうトラベリング的なあダンスサブルソングであったりとか。あ結構、 まあ K-POP は全体的に4つ地形ではあるんですけれども、クイーンって、クイーンじゃないよ、IVE ってどちらかというと、ヒップホップというかラップが強い感じの曲調が多くて、そういう曲はあまり個人的には好きではないので、こういう曲嬉しいなと思っていたんですね。ということで、このミュージックビデオで予習しながらウキウキしてコンサートに行ったっていうね、そんな曲になっております。その他はですね、 なんとですね、今回は久々に、えっ、ー、と、マイクを使って撮っているんですけれども、しかもテイク2なんですけど、あの、マイク使ってると、スポティファイ、収録しながらスポス、スポティ、スポ,スポ,スポファイをね、あの、開いて、見ながら喋ってると、あの、途中でね、スポティファイを開いた段階、開き切った段階で、あの、録音が切れちゃってて、あの、テイク2っていう感じなんですね。なので、ちょっと何も見れない、 状態で喋らないといけないっていうのはすごい不便なんですけど、とりあえず、アイブのところまでは喋った、喋れてたのでよかったかなと思います、えーね。今回ね、2月の曲たくさん入ってたんですけれども、まあ、クイーンの予習であったりとか、アイブの予習、ケプラーの予習であったり、歌田ヒカルの、えー、ベストアルバムに浮かれて歌田ヒカルがたくさん入っていたりとか、あとは、 トゥワイスの、えー、アルバムが新しく出ていたので、えー、トゥワイスたくさん聴いていたりとか、あと以前ご紹介したママの、えー音、韓国のね、音楽、韓国の音楽番組っていうかなんか、名目的にアジア枠のー、なんか2023年のヒット、なんかレコード大賞みたいな、あの、祭典があるんですけど、その時の、うん、曲が、 またいくつかまた思い出すように聞きたいなというふうに思い出して入ってたりとか、えー、何を思ったか g アイドルの曲がまたたくさん聞きたいなということでたくさん入っておりました、えー、ちょっとね、えー、スポットは開いちゃうと、あのー、見えないんで アプリ一覧の状態だとね、少し見れるので、ちょっとその画面で見れる曲だけ、どんな曲が入ってたか、チラッとご紹介したいんですけど、まあ、クイーンのバイスクールレース、アナザーワン、ビッツザ、なんとかやかんとか、ちょっとね、途中で切れちゃってるんでわかんないんですけど、で、アイブ・サワティのオールナイト、で、アイブ・ウェイブ、アイブ・バディ歌田光るセメサムウェアニア・マルセリウス、マルセリウス、全然言えてない、 とか、まあ、道だったりとかがね、入っております。えー、まあ、その他は、えー、特にリンクは貼ってないんですけど。まあ。気になった方はぜひね、コメントいただいたりしたら、全然、ね、プレイリストの言われるは共有するので、えー、かね、昔、このポッドキャストの概要欄に貼ってたんですけど、特にアクセスが見られなさそうだったので、もう貼ってないんですけど、もし気になる方がいたら、えー、コメントなりいただけると嬉しいです。 というわけで今回のトピックはいかがだったでしょうかなんかね、変な撮り方しちゃいまして、一回2月のおすすめ曲撮って、今3月のおすすめ曲撮って、あ、2月のエンディング撮ってないと思って <laughs>、あの、時系列おかしな感じで撮っているんですが、えー、まあ2月も3月も大きくは実は変わってないっていう <laughs>、先に聞いてなかったらごめんって感じなんだけど、えー、まあ、あまあ、でもね、 あーでも全然違うところを切り取って3月はご紹介しているので、えー、2月で全く紹介しなかった部分も入ってるし、かぶってるところもあるよっていう感じですね。ただ今ね、あの、新たな、今までノータッチだったアーティストにね、最近めちゃくちゃ YouTube 見てるので、で、なんか調べてたら、あら、なんか、今全国ツアー中で、千秋楽が大阪で、ね、なんかまだジャケット出てんだけど、 どうしようかなって思ってるアーティストがいるので、また改めてご紹介できればなと思っております。えー、そしてですね、ポッドキャストのおすすめはなんか最近ご紹介してないような気もしますので、えー、また追ってね、ご紹介できればと思います、えー。そんな感じですかね。というわけで、この番組は毎週末1回更新をベースに、年間50本の更新をしております。えー 更新が遅れると、うん、前後で、えー、年間50本投稿できるように調整しておりますので、今日これを投稿すれば、4月分は、きっと、週1回分更新できてるんじゃないかなと思います。確か、1、2、3、4と、えー、ちゃんと更新週1回、まあ、月4回まあ、年にね、えー、2回ぐらいはイレギュラーでポンポンと、 多めにしたら確か50本だったと思うので、えー、よく、よく、<laughs> よく取れたっていうか追いついたんじゃないかなと思いますが、えー、毎年ね、えー、このゴールデンウィーク明けいつも止まってる気がする。4月とか5月、すごいね、下手すると1ヶ月空いてる時も多いんですけど、えー、まあ気長に待っていただけると、そのうちね、 おっとっ撮ってない、撮ってないとか思って、あ、えー、げると思いますので、えー、気長にフォローして、えー、待っていただけると嬉しいかなと思います。えー、すごくね、しれっと戻ってきますので <laughs>、なんかもう、ちょっといなくなる前提ですが、いや、そんな予定はないんだけど、えー、事前に共有しとこうかなと思って、今話しています。そしてね、まあ、2月、今、クイーンまで、えー コンサートについてご紹介したんですけど、まだまだアイブとケプラーと、えっ、ー、と、あ、コンサートは今んところそれぐらいか。えっ、ー、と、でもミュージカルにその間1回行ってきたし、スポーツ観戦にも2回行ってきたりしたので、またそんなね、話もしながら、ポッドキャストの紹介などもね、ご紹介できればと思っております。まあ、そんなわけで、えー、お聞きのポッドキャストアプリをフォローいただいたり、 X のアカウントをフォローいただいたりすると、えー、嬉しいですし、えー、X がね、あと、もうちょっとで100人行ったり、行ったり来たりしてるのでね、えー、ぜひ、えー、フォローいただけると嬉しいです。ご感想は、X のハッシュタグ、シャープ、ゆるためちゃん、ゆるはひらがな、ためは、カタカナちゃんは、ひらがなで、えー、タグをつけて投稿いただいたり、えー、YouTube のコメント欄にも、えー コメントいただけると大変嬉しいです。これね、どうだろうあ、まだ収録できてる。大丈夫か。違うアプリを開くとね、止まっちゃってるので、えー、大丈夫かなって気はしながら、今 YouTube の方開きますと、あの、以前ね、コメントいただいてたんで、えー、この番組では、うんと、ご紹介してなかったかなと思うんですけど、ちょこちょこね、あのコメントをいただいてはいるんですけど、 うん、文字でね、返信はもちろんしてるんですが、最近ちょっと面白い、あのー、コメントいただいてたので、えー、ご紹介したいと思います。えー、コーチェラを経て、タダヒカるから、東うしぼアイガールズへ、with music ということで、えー、昨日3月に、違う、4月29日に、with music じゃないか、8ジャムか。あまあ、2回ね。 えー、二週にあたってウィズミュージックも、歌田光のインタビューが更新されていたんですけど、まあ、その感想を話していた回にですね、えー、コメントいただきまして、ちょっと、あの、ユーザーネームは設定されてないみたいな、あ、お名前、アさんから、アドさんみたいな声ですね。アドさんの話し方とテンポと強弱。アドさんなわけないか。笑いってきたんですね。ア <laughs> ドではないです。 残念ながら。えー、なんかね、でも、そう思っていただけて非常に嬉しいなって言った感じですね。えー、マジか。アドと間違えられたの初めてなんだけど、めちゃくちゃ面白いですね。えー、ちょっと自慢していこうかなと思います。<laughs> ちなみに、アドのラジオの、あ、ウォールナイトニッポンかな。の切り抜くは TikTok で聞いたことは、見たことはあるんですけど、えー、 うーん自分で聞く限りは似てないんじゃないかなとは思いますが、すごいね、話し方とテンポと強弱まで似てるみたいです。えー、嬉しいな。アドさん。アド、アド、アド。び <laughs> してる。いいね。こういうコメント、どしどしいただけると嬉しいです。そのうち、アドになり変わってるかもしれませんのでね。<laughs> ぜひ、えー、こんな感じでコメントいただけると嬉しい ですどこまで言ったっけというわけで、ね、この番組は Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、KKBOX、リスなどで放送しております。YouTube もやっておりますので、ねえー、よかったらそちらも合わせて聞いていただけると嬉しいです。何気に、あの、やっぱり YouTube の方がコメントは来やすい気がしますね。やっぱりみんなアカウント持ってるでしょうし。 えー、気軽に書き込んでいただければと思いますので、えー、ぜひそちらでも合わせてチェックしていただいたりとか、まあ、YouTube Music で、えー、お聞きの方はね、えー、お聞きの方は、YouTube Music 使ってる方はね、あの、そっちでも聞けますので、えー、ぜひ合わせて使ってみて、聞いてくださると嬉しいです。というわけでまた次回お会いしましょう。ケリーでした。どうもありがとうごました、ね。